ヨーロッパを歴訪中のムン・ジェイン大統領はイタリアとイギリス訪問を終えて現地時間の2日ハンガリーを国賓訪問しました韓国の首脳がハンガリーを訪問したのは2001年に当時の金大デジュン大統領が訪問して以来20年ぶりですムン大統領はハンガリー到着後2019年5月に遊覧船沈没事故が起きた 首都ブダペストのドナウ川を訪れ追悼碑に喧嘩し犠牲者を悼みました当時韓国人観光客33人を乗せた遊覧船がクルーズ船に追突され沈没し25人が死亡し一人は行方不明のままとなっています文大統領はハンガリーのバルガ副首相から追悼碑に関する説明を受け ハンガリー政府が遭難者の捜索と救助に最善を尽くしたことに感謝すると謝意を示しました文大統領はハンガリー訪問期間中アーデル大統領と首脳会談を行うほかポーランドチェコスロバキアを含めた東欧4カ国との首脳会議に出席し交流協力の強化に向けた方策を話し合います